話は大暴れ手作り巨大ロボ。僕のロボットパンチやキックもできるんだ。なかなか強いじゃねえか。僕のロボットの方が強いよ。全長10メートル、操縦だってできるんだ。それを勝てるか。無理無理、あんなの反則だよ。そしてもう一本は静かな焼き芋シンフォニー。深瀬太郎さんと夢の共演。でもなんで焼き芋？土曜午後5時。